今週も始まりました、和太鼓です。改めましてこんばんは。こんばんは。こんばんは。俺ね、やっぱり今年はオケを作ろうと思って、うん、もう巻き込み帰ってんじゃん。そうそう、まあ革は買うとして、うん、オケは作ろうか、銅は作ろうと思って。タガはさすがに難しいじゃん、うん、で、あのこのオケのさ、貼り合わせてる木のサイズで決めれば、この直径が決まるわけでしょ。R が切るやつが、でボンドでうまくいって、でなんかあの止めるやつがあるらしいの、電線を止める鉄ラッシングみたいなのがある。それでタガを作るか、それかあのアフロの桶だったら銅のやつあるじゃん、銅のこうタガみたいな。あ、銅、ああいうのでもいいやな。銅だったら銅だろ、銅、金銀銅の、そうそう、銅っつったじゃん。銅の、銅だ、銅だろ、銅だろ、銅だろ、銅と銅違うけど、銅、銅はただ銅だろ、銅メダルだろ、銅メダルって言わない、銅、銅、金銀銅だよ、銅、銅メダル、銅メダル、じゃあ銅でいいんじゃない、銅じゃん、銅、銅だよ、銅メダルだろ、カキとカキみたいなもんだろ、銅だろ、それはどう違う。銅メダルは銅は銅だけど。どうでもよくね。発音じゃあ銅だよ。銅でだから。銅だろ。銅。銅。そう。銅。そう。和太鼓のショー。銅でだから、その周りを作ってもいいな。でなんかあの、そうだから、その溶接できたりすれば、その鉄のやつ溶接してやるとか。でさ、ある程度見栄えが良くないといけないから、でかい方に、でかいのにして、うん、だからちょっとでかいサイズの、でかいサイズっつっても、まあ、3尺6寸だと4尺とかだと車に入んないんだよね、縦で。3号でもね、ギリなんだよね。3号、1メーターか、やっぱ1メートルぐらいで、だから1メートルだとやっぱり有効打面が少ないんだよね、普通の大台から比べると。やっぱ普通の三尺三寸ぐらいにするってことは、やっぱなんだ、その3つぐらい、やっぱ三尺ぐらいサブロクぐらいないといけないんで、なんかサブロクだとね、結構かさくんだよな、まあ、そこがネックだよな、そこね、うん、でもまあ軽いやつ作ろうよ。こういう時でしょ、どこに、ここにガンって。あ、誰かでしょう。とりあえずチャンネル登録者数の発表してもやるか。ああ、前々回が500いった、いかねえよ。前々回が225だっけ、うん、今230です。あ、初めた頃150ぐらいだった、ね、100は増えてる、150ぐらいかな、150ぐらいだったよ、ね、そうだよ。ちょっとずつ頑張ってるんで、引き続きあのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。和太鼓でしょう。またあのメンバーから報告が届いてるんで、ね、今週ラストの報告ですね。1月、新年ラスト、ね、もう1月、もう1月終わりだもんな。早いよ、2021年。あっという間だよ。あっという間だよ。またもう。とりあえず報告聞いていただこう。報告。もう、うん。そう、はい。で、そう、で、と、田口ヒロです。今年の目標は、太鼓の全国大会があるので、そこで優勝することです。あと、部活でサッカーやってるので、最後後悔なく終わりたいです。ありがとうございました。はい。バイバイ。はい。和太鼓でしょう。加藤龍之介です。はい。
今年はあのジュニアコンクールあるので全国大会頑張ります。はい、和太鼓でしょう。1年あっという間だな、本当に。もう12分の1だよ。今年は動こう、動くをテーマにしよう。動く、かけ替えればよかったな、橋。もう今から橋もう一回行っちゃう。いや、とにかくでもなんかいろいろ今年も動いていきたいと思いますので、うん、今年目指せ、何人、1000人もう目指せ、これもう今年1000人にならなかったもや、チャンネル改ざんするか。あと1年11ヶ月、うん、1000人行ったらさ、うん、俺さ、うん、1名様、1000分の 1? 裏は何も書いてないけど、誰が欲しいんだよこれ。サイン、みんなでサイン入れて、うん、いいじゃん、いいじゃん、いらねえよこれ、誰もいらないよ。いや、1000人いて、やっぱりチャンネルを毎回見てるやっぱり人はさ、一人ぐらいいる。コアなマンが。これ欲しい。これいるよね。いるかな。いるよ。イベントの時とかね、やっぱ飾りたいんだよね、こういうのね。作ってきたやつを。まあ、ただ作ればいいじゃん。というわけで、引き続き、マジで応援よろしくお願いいたします。今年。みんなの応援でね。うん。ライブが開催されます。ライブやりたい。イベント開きたい。こういうのも飾ってさ。うん。俺、パネルも作りたいんだよね。等身大パネル。俺今ソーシャルディスタンスとかあれで写真撮れないじゃん。今日俺お休みとか。じゃそういうパネルじゃないよ。会劇場の入り口ロビーにパネルをでここの顔がなかったりして写真が撮れるような。そういうの撮りたいんじゃない。いいじゃん。うん、もうだから客席から楽しむんじゃなくて、うん、もう入る前からそういう、うん、いろいろ良平さんの等身大パネルがあったり。そういうのをやりたいのためにはまずは500人でイベントを成功させることですね、うん、さよなら、また来週。いいじゃんこれで、終わりでいい。そう、うん、案がいっぱいあるからいいじゃん。いや案があるよ。でもさ、なかなかさ、その実現と勇気、行動だな。やっぱ行動するには勇気が必要だから、うん、そういう勇気を持って前に進んで、やっちゃいんじゃない。やるか、500人立てにして。まあいいや、またゆっくりゆっくり行動していきましょう。ゆっくり、うん、いや時には早くやって。だからまたこうやってさ、グダグダやってるとなかなかさ、終われなくなっちゃう。編集もやとね、編集でさ。じゃあ、両親さん最後、今日1月の最後締めてください。1月の最後、今年1月ももう終わりだな、これで。また2月のハッピーニューイヤー。ハッピーニューマンス。月締めることもねえから。でも区切りって大切だよな。なんかほら、1月で区切ってさ、年度末とかでまた区切ってさ、また頑張ろうってなるじゃん。そこから。じゃあ自分の誕生日だとかさ。なんかの区切りがあるからこそ、そこまで頑張って、新たにまた進もうっていうことになるんだろうな。だから2月も頑張りましょう。さよなら。また2月。誰でも叩けば音が出る、そんな響き。ドキドキ。えい。話題に固定の話題でしょ。震えたらしい。ブラブラ。でしょ。話題でしょ。大地が揺れるぜ。ブルンブルン。ドドンガ。